F-4 ファントム2による爆撃演習戦術爆撃は戦場で敵の戦闘部隊を叩いて直接戦局を有利にすることを目的とする爆撃である。これに対し戦場から離れた敵国領土や占領地などを目標にし工場や港、油田などの施設の破壊、住宅地や商業地を攻撃して敵国民の士気の喪失を目的にした爆撃を 戦略爆撃という。戦術爆撃は、下記の2種類の形態をとって行われる。戦術爆撃が始まったのは、第一次世界大戦においてである。戦術爆撃は、戦闘機、戦闘爆撃機、または、軽爆撃機によって行われる。戦術目標は、戦略目標と異なり、移動能力を有するため、高高度からの水平爆撃ではなく、 急降下爆撃によって行われることが多い。一般に戦術爆撃が行われる目的は地上部隊の援護である。例えば第二次世界大戦において187ス通過は電撃戦において重要な役割を果たした。現代の戦術爆撃は対空兵器が進化したことにより精密誘導爆弾などによる高高度からの爆撃となっている。このため以前は 戦略爆撃と戦術爆撃は目標と方法の両方が異なっていたのに対し、現在では目標のみの差になりつつある。また、軍事学において戦術と戦略の間に作戦術が新たに見出されたこともあり、戦術爆撃という用語はあまり用いられないようになっている。戦術爆撃を主な目的とする爆撃機を戦術爆撃機と呼ぶ。 戦略爆撃機と対となる言葉であり、主により小型の爆撃機を指す。第二次大戦中から爆走した戦闘機に代替される傾向にあり、1960年代以降は戦闘爆撃機や攻撃機に完全に代替された。三浦俊彦、戦争論理学はの原爆投下を考える62問、二美処分21ページ。ありがとうございます。